あ、結婚してるんですね。めっちゃ上だし。あ、年上なんだ。51。こちらに行きましょう。こちら、いやお姉さんめちゃめちゃ顔小さいですね。僕の5分の1ぐらいですね。顔小さい。赤い、いつもより赤い。今日は歌舞伎町に何かご用ですか？初めて来ました。あ、そうなんですか。大丈夫ですか？なんかあの辺ちょっと超危険地帯なので、外の兄ちゃんがいっぱいいるんで、こう吸い込まれないように僕がちょっとお姉さんをちょっと護衛に来ました。え、どこ行くんですか？どこ向かってんすか？行こうかなってなってたの？なんなら僕がお供しますけど、お供しますけど僕が。たまにやらかすっすね。今日はちょっといっぱいやりたい感じですか？軽く飲みたい。マジで、本当倒すと行こうとしてる。大丈夫？超危険なんだけど。大丈夫、もうハマっちゃいますよ、その点僕はハマり要素ないんで安全です。全然ハマっていただけないと思うんで。キャッチじゃない、キャッチじゃない、キャッチじゃない。ある意味僕のためのキャッチというか、お姉さんみたいな綺麗な人を捕まえたいキャッチみたいな。え、ね、彼氏とかいないんですか？いっぱいそうです。そうですけど。あ、結婚してるんですね。なんですか、プチ家でかなんかですか？はいはいはい。あー、はいはいはい。あ、お店やってんの旦那？あ、バーやってんのね。旦那もともとバーテンやってたの？オーナー？オーナー。あ、そうなんですね。あ、オーナーなのね。あ、じゃあ別に店立ってるわけじゃないんだ普段。そう。だったら安心ですね。いや、みんな別に仲良くできない。うまくいってない。今うまくいってない。どういうことですか？いつ結婚したの？1年半くらい前。あー、はい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 。めっちゃ目立つ。あ、年上なんだ。いくつぐらい上ですか？51。え、で、51？ え、でも お姉さん14歳ぐらいですよね。30代。あ、30代前半？あんまそんなんですか？え、なんで仲悪いの？喧嘩した。なんか、譜面が次に積まればやばくなって小さな人がもう積もりに積もってきた。聞きますよ、それ。僕に喋るとスカッとするから全部聞きますんで。え、なに？どういうとこムカつくの？喧嘩か。あ、そういうやつね。朝起きない。マジで。あ、レスだし。あ、それでかいっすよね。夜の営みもない。うっそ。え、結婚してから半年で亡くなってんじゃん。あ、でもね、まあ。子供もいます。あ、でもその前は普通にあったわけ？いや、もともと3番目に。あ、もともと甘いだった。まあでもそんな年取ってればね。でもいいんじゃない、逆に。旦那がさ、めちゃめちゃやる気満々で、毎日何回もやってきて、もう死ぬほど大変って言ってる人もいるし。あ、でも奥さん的には、もっと結構お願いしますみたいなのがあるんですかね。いや、まだ100歳ですね。だよね、若いもんね。いや、そんなまだまだ。現役でしたみたいな。だよね。いや、それすっげえ重要だったの。それがなくなると一気に枯れるっていうような。じゃあちょっとまさにそこら辺についていろいろ今日はこのソリューションなりなんなりを導き出す会をちょっと開きたいなと思うんで、軽く一杯お願いします。軽く一杯お願いします。飲みたいでしょ。飲みたそうだなと思って俺ちょっと今俺でもホストに入りそうになったの救ったからね。やばくない？多分俺が現れてなかったらちょっともしかして吸い込まれたかもしれない。なきにしもあらずでしょう。マジでマジで。いや、君みたいな、お上品な方がホストなんて見つかわしくないんで。はい、じゃあちょっと
ここ予約しときました。世界の山ちゃんもしくはリンダ、目の前の予約しときましたんで、どっちがいいですか。ここでもいいや。バーダイニングいつ、バーダイニングいつ、バーがいい。引かれちゃったけど、でもバー引かれてんじゃん。はい、お疲れ。はい、え、だん20上でしょ。うん、いくつ、いくつ、33。で、旦那51、あ、じゃあ17、8上ってこと。私53。あ、じゃあ20上ってこと。20上か、すげえな。どういうきっかけで。きっかけは、うん、仕事で直近に私が来てた。うん、うん、あ、ほんで遠距離したの。あ、遠距離で。地元はどこ。北関東。北関東、栃木とか。あ、ズバリ栃木。え、仕事何し してたの。私モデルの。あ、モデル。通りで、通りでお綺麗だなと。そうだ、結婚を受けてみた。で、まだモデルも続けてんの。ちょい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 やってんの。なるほど。やば。で、子供にレッスン。ああ。会話も全然なくて、本当にもう家庭自体がもう冷めきてるから。家にずっといんの？いる時も、まあ私が出ちゃう、こうやって。ああ、はいはいはい。子供作ればいいじゃん。レッスンはわかるけど、計画的に作ればいいじゃん。そういう話もしてないの。かつては熱いやつは体と体のぶつかり合いあったわけ。まあ、数は少ないけど。あったの。あ、遠距離だったしね。うん、で、どう何が好きになったの。優しいところ。まあ、年が離れてるから優しいって言うと、何でもいいよいいよって。あ、なるほどね。でも、その時は良かったけど、今になっても。うん、はいはい、不満がすごい。やっぱり顔見てイライラして。マジでやば。綺麗な私にこんなこと言うのもあれだけど。いや、逆に俺にだから言えるんじゃない。周り繋がってたらなかなか言えないけど、仕事仲間とかにあんまり口言えないじゃん、うん、気使わせるのもあります。今日朝まで旦那帰ってこないの。帰ってこない。だったらこのままここで解散すると君はホストに行きそうな気がするので、女であることを思い出させてあげますよ。えホテルレンタルスペース、トマト、なんかこの安っぽい感じはいいですよね。めちゃめちゃ安っぽいですね。旦那がちょっとやってくれないことを僕は全てやりましょう。旦那がやってくれないことを、はい、でもポスト行くでしょ。あのまま僕は声かけてなかったら行ってたと思う。ホテルボーン。つかめっちゃあるね、ホテル。どんだけ並んでるって感じ。あ、もうそこ大久保じゃん。じゃあここが最後になるんで、こちらに行きましょう。あ、女子割り書いてある。女子割り、じゃあこれお願いしましょう。はい、継続して、配りたいと思います。まだ LINE 登録してないって人は登録してもらっておいてください。